今回6年生にとっては外で踊る最後のライブとなります。元気よく踊ってもらいたいと思います。こんだけたくさんの皆さんに応援してくださる中で踊れる子供たち最高です。子供たちもうちょっと前さあ踊れる準備はいいか。ありがとうございます。引き続き最後までご声援のほどよろしくお願いいたします。桐蔭学園小学校黒金2023あやめ乾杯。子供だけのチームでどこまでできるか毎年勝負させてもらっています。大人の中に混じって子供がこう入ること本当に多くのことを経験させてもらっています。僕のチームからもたくさん刺激をもらって僕の将来の夏田に日本に行かせて桐蔭学園小学校黒金が